シルバーウィーク前後からですね、まあ、連日2桁の感染も、発生をするなどですね、再び、拡大傾向にあると。およそ3ヶ月ぶりに行われた知事と札幌市長のトップ会談。再び感染者が増加傾向にあることや、インフルエンザの流行期に入ることから、診療・検査体制の充実と強化に道と札幌市が連携して取り組むことを確認しました。またすすきの地区など繁華街の感染対策として、街頭ビジョンや放送を使った啓発活動を強化していく方針です。